企んでることがあんねん。怖い。何ですか？ガチや、今回は。うん、はい。ガチ。先月だな。はい。ばあばさん。部屋の鍵閉めとって。めっちゃ恐れてましたもんね。そうですよ。今月はな、俺何回かばあばの部屋な、はい、これショー思って行ってんねん、夜。おばあばとか言って、はい。普通に空いてんねん。確かに。だから多分この時間寝てると思うねんな。やかんでしょ。やばいって、本当に。今の時間何時か言ったってみ。12時18分です。ばあばはさすがに寝てそう。寝てるでしょうね。怖い。だから、バレへんかったら大丈夫だもんね。はい、シュシュシュみたいな。いや、だから俺一人で行っちゃうから、みんな黙っててくれる？はい。うん。だ。え、どうしたらいいんですか？じゃあ、じゃカメラマンのとこ。はい。二人で行こう。はい。だから、昨夜子カメラマンで。お、OK です。絶対にバレへんように行こう。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、行きます。空いてる。空いてました。空いてました。空いてました。バーバー成功です。ペンタトアップです。これ今日のバーバー成功した、ね、バーバードッキリ成功やな。ネオネオドッキリというか本人気づいてないからですね、うん、次は、はい、今日は徹底的にドッキリをしていこうと思うんだ。お、はい。次は今回撮影に参加してないです。お兄ちゃんは、はい、今日は兄貴、俺ら4人でやるって言ってるから、もう多分今、ビール飲んでると思うねんな。兄貴、ばあば呼んでたでって言って。兄貴、ばあば呼んでたでって言って、兄貴がまあちょっとほろ酔いで、お、何、ほんまばあばなんか呼んでたでって言って、はい、電話で、いいよ、兄貴って、なんかばあばがちょっと来てって言ってたでって言って、呼んだところを、俺らが、どっかで隠れとってばあばの部屋で、はい、で俺が隠れとこう、はい、カーテンの中で、はい、で撮るという。だから誰か電話して。OK です。分かった。OK、はい、じゃあ頼みます。で、はい、もしもし。なあ、あんな。ちょっと静かにしなの。ばあばがな。ばあばが呼んでたで。部屋来た。部屋来てって言ってた。え、どうだった？そう。この時間帯から？そう。呼んでた。え、寝てない？え、なんかあったんかな？いや、分からんけど、とりあえず、パパ呼んできてって。俺を？そう。部屋に来てって言ってた。何や？え？分かった。はい、そう。
はい。はい。来て来て。で、俺今から速攻バーバとこの部屋で隠れておくから。はい、今、隠れてます。どんなお客さんにもいつも笑顔で、あかりさんって、誰かの悪口を言ってストレス発散するような負の感情ってなさそうですよね。兄貴がもうすぐ来るはずです。まあ。SNS 使って、匿名で世の中に唾吐いてるような奴ら、許せませんよね。あ、いえ、はい、そうですよね。そんなことする暇があったらジムで汗を流せばいいんです。本当にあかりさんはずっとその笑顔でいてください。いいバイブスもらいに行きます。見てる。もう決めてるよ。また兄貴なんかびっくりしたちょっと待ってびっくりしたバーバー呼んでたどうだ、息かけてる。いや、呼んでたね。いや、寝てるやん。言ったって。いや、思いっきりプシューって呼んでた俺え、待ってる間に寝てもうたんかと思ったぐらいじゃないで、あれ、うん、思いっきりもうプシュッて指に加えて真っ暗にして。いや、起きてたけどな待ってたけどな。いや、もうあれも寝てるやん。あ、ご苦労さんです。うん、うん、じゃあよろしくお願いします。え、じゃあおやすみなさい。なんなん、え、何それだけです。これだけ？はい。はい。じゃあ、おやすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。よっ。うまくいったぞ。いきました。これは楽しくなってきた。え、これな。はい。次な。あんちゃん、おでこ真っ赤なって俺、かいかいあんちゃんに、はい。今度は、引っ掛けてみよう。おー、はい。うん、あんちゃん、あんちゃんを、バーバーのとこに行かしてみようか。俺が電話するから、今度。あ、わかりました。はい。はい。ちょっとカメラ持って。あ、電話して、電話で、俺。言いますよ。なんで、ごめん。俺の電話忘れたから、あ、お前の電話で。はるか、喧嘩喧嘩よ。お前は。スピーカー。怖っ。笑った。はい。あ、もしもし、俺、魚子の携帯借りてんねん。あ、何？あ、あのな、なんか、バーバがな、なんか、ちょっと、師匠呼んで、言って、部屋に。なんかわからんけど。バーバ？うん、なんかわからんけど。今？え？うん、あの、今、なんか部屋呼んで、って、ちょっと師匠、なんかな、縫いもんかな。ああ。わからんけど。わかった。はい、そういうこと。はい。はい。で、倒れてる。寝てるやん。
きりでした。LINE 会社にだけ。あなたに対して、バーバはガチです。バーバガチで寝てます。ガチで寝てるバーバの部屋に俺が隠れて、うん、で呼び出すというドッキリです。しょうもない。どうですか、バーバ寝てました？多分起きてたと思うんだけどな。もう一回行ってみたら、声かけてみたら。行こう。バーバーって声かけてみたら。おもろこれ。すごいですね。これからこれいろいろできるで。これでもバレた時えぐいですよ。いやえぐいと思うわ。えぐいですよ。怖そう。命ないよ。だってさ、この間のさ、はい、ご飯食べてる時に隠し撮りしてたやつでぶち切れられたやつ。ね。だから今回これバレたら絶対やばいの。これ大丈夫。だから本人 YouTube とかそんなの絶対見えへんから、はい、いけると思う。本人は見えへんけどな、うん、いけるやろ。いけるか、はい、はあ、なかなかいい企画やったなこれ。どうしたんで、やばかったでこれ。でばあばめっちゃさ寝ててさ、はい、もう兄貴も言ったけどプシュッだからなんか普通の息ちゃうから、なんかもう寝ててもう、これでもバレたら今日は。ここで花火膨らましとから、花火。やだよ。たまや、言いそうになったもん、俺。悪いわ。いやー、バレたらマジで怖いな。怖い。これ全員共犯ですからね。そんなに。大丈夫、見せへんかったら大丈夫、この YouTube。ということでございましてですね、はいはい、今回こういった、ドッキリ企画をやってみたというわけでございます。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。そして、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok いろいろやってますんでフォローしてください、結構フォローバックしてますんでよろしくお願いします。はい、はい、それではですね皆さん、またよろしくお願い申し上げます。次何しようかな。